今回から、縛りプレイということで、売却縛り、やられたら即売却っていう、縛りプレイをやっていきたいと、思います。まあ、ただ、マシュだけ、売却はなしで、まあ、レイジでたとえ、まあ、なんていうの、生き返らせたとしてもその場限りで、まあ、戦闘終わり次第、売却していくっていう、まあ、ちょっと分かりやすいっていうか、まあ、シンプルな縛りプレイをちょっとやっていきたいなっていう。で、目標は、まあ、一部いけるかな、一部、うん、一部クリアできたらいいかな。倒しか、やるときは本気でやるって決めて。はい、まだまだ。アバネルは星の息吹、輝ける命の本流、受けるがいい。 X タイバー。鼓膜が破れる。まだまだ未熟ですね。名前どうしよう、マジで。しょうもねえ名前。よし、心理修復していく。思ったけどこれチュートリアルのチュートリアル。戦闘です。マスター、指示を。見事な采配です。FGO を友達に勧められて始めたんですけど、オルガマリー所長ってツンデレで可愛いですね。わあ、これ僕を推しにしよう。あ、ガチャタイム、ここ大事。ここで決まる。売却しないで最後まで俺はこいつとついていく。俺の相棒いれよ、俺の相棒。ガチャタイム、この星音重要よ、マジで。霊装、何この霊装、俺知らねえわ。しばらく FG やってないのにバレていく。はい、次。お、でも銀でも普通に使う。アメディアだ、ね、この縛りもルールブレイクしてほしいけど、しっかり、まあ、金か。お、セイバーか、セイバーだな。バチ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 バ。まあ、全体フォークだから、全体フォークだよね。クエリバー、よし。いや、入れんのこれ。いや、強制で。まだ鈴鹿高専入れたくないんだけど、待って、まだ入れたくない。まだ入れたくない。1レベなんだが、待って、1レベ。まだレベルが、レベル、うん、ということでね、サポートは一番レベル低いやつでいきます。あとあれ、ストーリー道中のフレンドで、なんか来るじゃん、特別サポート枠って。あれでいく。はい、ということでやっていく。分からんものはよく聞け。ちょっと主張激しい。スタッフは寄ってわしを見よ。初陣だから、ちょっと。そんな白紙にやれてもさ、鈴鹿さんのね、マジ上がれ、初陣だからやめていただきたい。自重していただきたい。そこはまた一発で死ぬなんてないと思うけど、もう大事に大事にちょっと回避つけていこう。まあアーツやろ、初手アーツで。まあ大丈夫っしょね、え、楽勝。あ、バトルウェーブ見てなかった俺ちゃんと。ここ見とこうな。これしちゃえで、マジで。やばいよね。やばみがすごいよね。あんまりこいつ使いたくねえから。はいはい。
倒しきれるかな、まあ、バスターバスターで1体倒して、いいねいいねだからお前自粛して、自粛、はい、ちょっと引こうぜ、これちょっと引いとこう、これは引いていこう、これよし、景気よく10連投しょっぱな、いけ、さあここ大事よ、いや星4でも嬉しい、星3でも嬉しい、ここしっかり当てていきたい、いけいけいけ、よし、まだこっちなんか、こっち行く、メディア、いやこれフォーグ重ねるか重ねないかだいぶ迷うね、ストック、とりあえずストックしとこう、これ重要よ、あーまあライダーライダーいいいいね、メデューサいいね、ライダーとりあえずクラス相性でやっていきたい、アーチャー欲しいな、アーチャー、アーチャー欲しいな、なんで俺武蔵ピックやってんの俺ね、教えてくれない、おお金来た金来た、おーし来たぜ金、おっとライダー星音アストロフォーおちんちんおちんちん来た、おちんちんが、よーしアーチャーコネ、おおかっこいいあ、じゃあかっこいい。かっこいい。かっこよくね、これ。あ、違う違う。あ、信じて。まあでも、普通にアタック400上がるし。別に、外れではないかな。まあ、霊装は消えないから。うん、星5霊装は当たりかもしれん、逆に。下手に星5来るより、いいかもしれないな、これ。あ、あれなんだ。なんだっけ、漫画でわかるのキャラも出るんだ。前まで出てたっけ、おサーバント来ていく。まあ、普通にバーサーカーは使いにくいぞ。来たー。黒豆さん来たー。これ使いにくいね、バーサーカー。どこで使う、どこで使えばいいこれ。あー、まあ、バチらないけども、普通に嬉しい。おっぱい。おっぱい来たな。個人的に強い。おーし。ストロフォ来た、ストロフォが。